何さも変わりはないかよ。あれからかれこれ二月過ぎた。毎日にしんばは大量の上り、仕事に追われて寝る間もないけどよ。それでもな、それでもやっぱりおいらは元気だよ。時には写真を出してよ。眺めちゃいるけど話ができぬ。毎日あの子はどうしただろうと気をせぬ頼りに泣きたい思いだよ。それでもな、それでもやっぱりこらえる男だよ。もうあとわずかだよ。そろそろにしんばの季節も終わる。毎日土産にどんなもの買おうと田舎さ帰る日指折り数えるよ。それでもな、それでもやっぱり稼ぎじゃ頭だよ。